美少女戦士、セーラームーン美少女戦士、セーラームーンの登場人物ですバスターズです。バスターズのシンボルマークである黒い星ですバスターズは漫画美少女戦士、セーラームーン及びその関連作品に登場する組織。主人公であるセーラームーンとは原作3期テレビアニメ S 新作アニメクリスタルで敵対する組織として描かれる。シファラオ90 マスター・ファラオナインティ、声優、ハジタカヤ・タウ星系からやってきた、生命体。原作と、クリスタルでは、意志がありセリフもあったが、テレビアニメ版では、単なるエネルギーの集合体として扱われている。原作では、タウ星系の破滅によって、母性を失ったため、地球を、第二の母性とするためにやってきた。最後は、セーラ・サターンによって、異空間へ道連れにされた後、 セーラープルートに封印される。テレビアニメ版では体内に入り込んだセーラーサターンによって倒され、死産消滅した。ミストレス級声優、水口優子、藤井幸世、ミュージカルエン・イハ、子、秋山千夏、高橋カリンド、萌えホタルの体に救う大門で、ファラオ90に使える、巫女のような存在。ホタルの体を乗っ取る前は、ホタルと同じ姿をしていたが、 ホタルの体を完全に乗っ取った後は、黒いドレスを着た長髪の女性の姿になる。身長より長いストレートの黒髪が特徴で、この髪はいくら切ってもすぐ元の長さに戻ってしまうらしい。原作では、チビウサの生態を取り込み、幻の銀髄章を奪う。ファラオ90の器かを伺っていたが、ホタルの魂が離れた後に、ホタルの体を内側から食い破り、 他の大門同様のグロデスクな本来の姿を見せるも、最後はセーラー・サターン復活の影響で体が粉砕されて消滅した。テレビアニメ版では、同作でのキーワードとなった沈黙のメシアそのもので、純粋な心の結晶を次々に取り込んで力を蓄え、最後にチビウサの純粋な心の結晶を取り込み復活し、完全にホタルの体を乗っ取った。 S, S のストーリー終盤で、セーラームーンを騙して、聖杯を奪い消滅させるが、シファラを90降輪の余波で重傷を負い、眠っていたホタルの意識が復活して、最後は、父や友を思うホタルの精神力に敗れて消滅した。と、萌え宗一声優、神谷明、桐本拓也、ミュージカル演矢島俊作、青木要、高音ゆきホタルの父。内外での地位は教授。 人間と機械などを融合させることで、知力、体力ともに人間を凌駕する能力を持った、新生物、超生物の研究者であり、無限学園の理事長。白髪で、瞳の色は紫がかった藍色。年齢は35歳くらい。右目部分に目玉の模様が刻まれた金属板のようなものがはめられた特徴的なデザインの円眼鏡を着用している。 その正体は人間と大盲が合体した存在である異次元生物ゲルマトイド。原作とクリスタルでは超生物の研究のために動物実験や遺伝子操作を繰り返していたがそれが行き過ぎた行為であったとして学会を追放された教科学者となっている。その後研究継続のために無限数の土地を購入しビル建設中の大火災に巻き込まれて 妻の傾向をなくしたものの、その歪んだ研究心から同じ火災で重傷を負ったホタルの体を改造して細胞具化した。その際、落雷と共に現れたシファラオ90から大ンの卵を手に入れ、超生物誕生を成し遂げるために実験を繰り返していた。実験の過程で自らを最強の超生物とするために大門と融合しており、最後は セーラームーンたちが無限学園に乗り込んだ際に醜い怪物の本性を見せ、スーパーセーラームーンによって粉砕された。テレビアニメ版では、もともとは普通の遺伝子工学の科学者で、研究所の事故の際に、ホタルの命と引き換えという条件で、大門の卵が憑依した設定になっている。中盤までは、顔が陰に隠れており、円メ眼鏡と三日月型の真っ赤な口のみが描かれていた。 典型的なマッドサイエンティストの風情である一方で、コミカルな言動も多かった。後に憑依していた大門の卵は、セーラーウラヌスや、セーラーネプチューンと戦う際に分離して、大量のゴムスーツに宿り二人を苦戦させたが、最後は、ウラヌスのスペースソードで本体を串刺しにされて砕け散った。その後、土萌え本人は、 卵が分離したため正気に戻って助かったが、ミストレス級を説得しようとして攻撃を受けた上、ミストレス級消滅の直後にセーラームーンと共に、無限学園の建物の崩落に巻き込まれ、頭や左手足に重傷を負う。精神的ショックと頭に負った傷の後遺症から、気絶から目覚めた際には大門に、憑依されていた間の記憶が欠落していた。 セーラースターズの第1話にも登場している。テレビゲーム美少女戦士セーラームーンアナザーストーリーでは第3章の序盤で原作準拠の設定で登場するがセーラームーンとセーラーサターンに敗北した後に自身に憑依していた意識体が二人に倒された後に自分の過ちを悔いて消滅する。なお、同作品には前日のゴムスーツの分身とデザインの似た セント、ウィンビーというザコキャラクターが登場する。アニメートカセットコレクションでは、テレビアニメ版の設定は踏襲しているものの、セーラームーンの偽物、セーラームーンダークを作り上げたり、スーパーバトルスーツオメガ1号を身にまとい、セーラー戦士と対決したりと、機械工学にも精通した典型的なワルの、幹部的キャラクターとなっている。ミュージカル、ウンヌーボーボエッジマイナスでは、 原作設定をベースにアニメ版の要素が取り入れられており人体実験を厭わない冷酷さを持ちながらもホタルには父親として愛情を注いでいた。シファラオ90来訪の余波で起こった研究所の落雷事故により右目を負傷しその際に瀕死となったホタルを救うためホタルや香リたちを大門の器とすることを受け入れたその出来事をきっかけにホタルへの愛情が歪み ホタルを超生物として完成させるという願望に取り憑かれ、ミストレス級覚醒のために暗躍していたが、その歪んだ愛の過ちをタキシード仮面に指摘された直後、ミストレス級の覚醒により、彼が用済みになったとみなしたシファラを90に攻撃され、ホタルへの懺悔を口にしながら生き耐えた。香りナイト、香り声優、上村のり子、世の光、ミュージカルン、火山よし子、 福朝結び、川崎みき、扇系水鏡による占いや呪術を駆使する、秘術師の最高位に位置する女性幹部。ファラオ90と直にコンタクトができ、ダイオロンクリスタルの恩恵を受けることができる。髪は一部を編み込みにしてポニーテール風にまとめた赤茶色のロングヘア。瞳の色は、テレビアニメ版では黒、クリスタルでは紫。年齢は28歳くらい。 普段は、土萌教授の秘書兼助手として、香織と表記されていると名乗る。原作では、生前の、香織は土萌教授の助手として、ホタルの改造手術に立ち会っていたが、落雷と共に現れた大門の卵に憑依された。以後の、香織としては土萌ホタルの世話係も務め、土萌教授とは親密な間柄であったが、度重なる失敗への嫌味を言う彼に対して、 自分の苦労を知らないとイラつく場面もあった。ミストレス級出現の焦りからウィッチーズ5を復活させて汚名を返上しようとするが失敗する。最後は自ら大門と化して攻撃するが結局スーパーセーラームーンに倒される。テレビアニメ版では元は人間だったのかどうかは不明。セーラーウラヌスによって序盤で一度倒されたが 土萌教授に密かに助けられて復活して、服装も赤から黒を基調としたものに変更している。なお、登場初期は、教授に対する恋愛感情は全くなかったが、後に自分を助けてくれたことにより、恋愛感情が湧いたようである。また、第102話において、ウサギの変身ブローチを奪って、セーラームーンの正体を察知しかけたが、 変装ペンで変身したセーラービーナスの影武者に疑いながらも気づかないという抜けた一面を見せた。復活後はホタルの世話係の女性、香りとして活動し、終盤で沈黙のメシア復活のためにチビウサを捉えたが、最後は復活したミストレス級によって粛清されて消滅した。クリスタルでは原作と設定、行動は ほぼ同じだが、大門の卵との融合やその後のファラオ90への中性を誓うシーンが追加されている。ミュージカル、ウンぬうボ,ボーボイっマイナスでは、ナイトメアバスターという必殺技が設定されている。命名の由来は陶芸に用いる鉱物のカオリナイト。第3部での、ハン・セーラーチーム。カオリナイトの部下で、無限学園の各教室を担当している5人の魔女。 ユージアル、ミメット、ビリウイ、デルルの4人はそれぞれ内部対応系守護戦士と隊になっており、それぞれを意識したクラスの担当をしている。原作とクリスタルでは内部戦士の趣味につけ込んで捉える場面も存在する。原作とクリスタルではレベルによるランク付けがされており、彼女らは超生物の完成体との土萌え教授のセリフがある。セーラームーンや外系戦士に倒され、 あとに、カオリナイトの呪術によって復活するも、セーラーネプチューンとセーラープルートによって、再び倒された。テレビアニメ版では、度重なる失敗が続いたカオリナイトに、代わり指揮官として登場する。上下関係は、ビリユイやシュプリンのカオリナイトへの皮肉めいたセリフから伺える程度の描写であり、カオリナイトのことをかなり見下している様子だった。ほとんどのメンバーが、 研究員であり、無限学園の生徒だと判明しているのは、テルルとビリーユイだけであった。仲間同士の裏切りや自滅などで死亡しており、メンバーが倒されるごとに、アジトの扉に書かれた、ウィッチーズ5の数字が減らされていた。ユージアルとミメット以外のメンバーは一話限りの活躍だった。ミュージカル、ウンルー,ーボーボイッマイナスでは、もともとは、 カオリナイトと同じく土萌え教授の女子たちであったという設定になっており、ホタルやカオリナイトともども落雷事故に巻き込まれて品種となった際に大盲音の器とされたユージアル声優、河村マリア、高橋千秋、ミュージカル縁、津村ひとみ、知念シャナウィッチーズ後の一番手。普段は有村優子として哲学クラスと礼儀作法部を担当する赤い長髪を 毛先の部分で三つほどの束に分け、それぞれ紐で束ねている。瞳の色は赤。ファイヤーバスターが必殺技で、登場メディアによって設定が違う。原作では、レベル78のランクを持つ、炎を操る舞踏家で、ファイヤーバスターは素手で繰り出す。合宿で集まった無限学園の生徒たちの生態を集めていた。しかし、 その光景を目撃していたセーラーマーズの攻撃を受けてメデューサに告示した超生物に変身した後、セーラームーンによって倒され、他の仲間からウィッチーズ号を語る資格なしと告評された。テレビアニメ版ではウィッチーズ号の中で一番の先輩であり、他のメンバーからはユージアル先輩と呼ばれていて、また仕事のやり方もかつてはユージアルが教えていたようである。 失脚した香りナイトに代わって指揮官となる。ファイヤーバスターは携帯する、火炎放射器。標的のいる場所まで白のライトバンで乗り付けて、捕獲。の掛け声と共に捕獲銃でターゲットからピュアな心を取り出していた。タリスマンの持ち主が、遥かと、ミチルであることを突き止めて一度は二人からタリスマンを奪うが、刹那によって二人のタリスマンを奪い返され、 さらにその直後に三つのタリスマンに反応して現れた。聖杯を奪おうとするも先にセーラームーンが聖杯を手にしたため失敗に終わる。スーパー化した、セーラームーンに吹き飛ばされ車で逃走を図ったが、そのことを、片つむり女と馬鹿にしていたミメットの暴略によって、ブレーキを壊され、最後は車ごと崖から転落した。クリスタルでは、原作と設定、行動は、 ほぼ同じだが超生物には変身せず、炎の攻撃で、セーラーマーズとセーラージュピターを追い詰めるも、駆けつけたセーラームーンによって、直接倒された。命名の由来は、鉱物のユージアル石。イメージカラーは赤。ミメット声優から金井美香長久幸、ミュージカル園本田しおり工藤明イダヤカビッチーズ後の2番手。普段は、 芸能クラス担当のアイドルハブミミとして活躍する。オレンジ色の髪をエーブのかかったボブカットにしている。瞳の色はオレンジ。チャームバスターが必殺技。原作ではランクはレベル40と最も低く、苦戦に陥るとすぐ大ンの火星を求め情けないと告評された。無限学園の生徒のみで行われる自身のコンサート会場に集まったファンの生態を 集めていたが、潜入していたセーラー・ビーナスによって失敗する。同じ場所でコンサートを開いていた、ミチルの器も狙っていたが、ミチルがセーラー戦士であることには気づけず、セーラー・ネプチューンとセーラー・ウラヌスの連携攻撃によって直接倒される。テレビアニメ版では二面性が激しい性格で、抜けたところや幼いところもあるが、嫌がらせの張り紙をユージアルに、 無視されるとわざわざ目につかざるを得ない場所に張り直すなど、陰出で執念深い面も併せ持っている。u アルの没後は指揮官の座を奪い取った。右を連想させる大門を使い、沈黙のメシア覚醒のために必要なピュアな心を集めようとしていた。原作で描写されたランクの設定はなされていないものの、戦闘能力はあまり高くないようで、前人の u アルとは違い。 セーラー選手との戦闘やピュアな心を奪う作業は部下の大門に任せ、自身は指令に徹していた。ただし、一般人に化けて行動していた際には、家電製品のコンセントや乾電池から作ったスタンガンを武器として使用したことがある。ターゲットは自分の好みの男性有名人ばかりで、教授にもそれを指摘されているが、 当人は、カリスマ性の高い人間のピュアな心こそが、メシアの覚醒に適していると誤まかしている。第114話にて、愛の美奈子と同じオーディションに出場するが、二人とも、落選する。第120話では度重なる失敗から教授に、見限られ、名誉挽回をかけて、テルルの仕事を奪うも、最後の部下の大門が倒されたので自ら戦う、ことを余儀なくされ、 ユージアルの残した装置をイッチーズエレクトリックワープの中に転移してテレビ画像から攻撃しようとするが最後は逆に装置の欠点を知るテルルに装置の電源を切られて永遠にテレビの中に閉じ込められた。クリスタルでは原作と設定、行動はほぼ同じだが大門を使ったことを酷評されていない。命名の由来は鉱物のミメタイイメージカラーはダ色。 テルル声優、本田千恵子、大空直美、ミュージカル縁、深川美代、岩崎明子、助太も桃子普段は、テラシア止めとして、フィジカルクラスと植物園を担当。自分が開発したようか、テルルンを、水をほとんどやらなくても育つ鉢植えとして売り、生態集めに用いていた。このテルルンは、ピンク色の花が咲いた時に、周囲の人間を眠らせ、 生体や心の結晶を吸い取るというものであった。ウェーブのかかった緑色の長い髪を、領地の上で、水らのようにゆるくまとめている。瞳の色は緑。マンドラゴラバスターが必殺技。原作では、レベル404のランクを持ち、4番目に出撃するが、セーラーチビムーンの攻撃を受けて、超生物としての姿を表した後、セーラープルートによって倒される。 テレビアニメ版では3番目に登場し、8カ、テルルンを使ってピュアな心を集めようとしていた。後に正体を暴かれて、テルルンを破壊されると、テルルンの強化型、ハイパーテルルンをセーラー戦士たちと戦わせている間に、奪い取ったピュアの心を持って逃げようとしたが、勝利を確信した油断が、あだとなり、タキシード仮面のバラ攻撃の余波で回収したピュアな心を、 自身の周りにばらまいてしまう。運悪く暴走したハイパーテルルンにピュアな心の持ち主と判断されて捕まってしまい、最後はハイパーテルルンの自爆に巻き込まれて死亡した。テルルの死亡直後に彼女の生徒手帳がその場に落ちていたことで、これが無限学園とデスバスターズの関係を決定づける証拠となった。クリスタルでは原作と設定、行動は ほぼ同じだが、セーラーチビムーンの攻撃は完全に無効化しており、自ら植物のツタに包まれた後超生物に変身している。また、超生物としての姿は原作とは違い、緑色の肌をした人型に近い姿である。命名の由来は元素鉱物のテルル。イメージカラーは緑。ビリユイ声優、高森吉の、本戦リナ、ミュージカル園、ニキナオ。 クワハラユカ、長谷川ユイ普段は、サイエンスクラス担当の微動ユイという名の、成績優秀な学生として、ナノロボットを使って、生体を集める。髪型は薄い水色のセミロングヘア。瞳の色は水色。ナノマシンを敵に打ち込む、モザイクバスターが必殺技。ビリユイが使用するナノロボットの制御装置は、パソコンルームのパソコンに組み込まれており、生徒たちの生体を、 ナノロボットで抜き取るのに使われていた。原作では、レベル202のランクを持ち、3番目に出撃した。無限学園に潜入操作した、水の網に、タウ生形を見せ、正体を表したセーラー・マーキュリーを、モザイクバスターで追い詰めるも、セーラー・ウーラヌスの、スペースソードによって、背下の大ーンとモドも両断され、死後テルルに、中途半端と評される。 テレビアニメ版では4番目に登場し、模擬試験を利用してピュアな心を大量に集めようと、したが失敗に終わる。ナノロボット制御装置は腕に装着されていて、学園内のスーパーコンピュータを制御している。最後は、スーパーセーラームーンの必殺技、レインボームーン、ハートエイクでナノロボット制御装置を破壊され、制御不能に陥ったナノロボットの攻撃を受けて死亡した。 クリスタルでは、原作と設定、行動は、ほぼ同じだがセーラーウラヌスに、スペースソードで疲れて死亡し、テルルに酷評されるシーンはなかった。命名の由来は、鉱物のビルイン氏。イメージカラーは水色。シプリン声優、淵崎由里子、庄司梅香、ミュージカル演松本道穂、天甘野菜り、マーナウィッチーズ5最後にして、最強の魔女。 魔女妖精プロフェッショナルクラスを担当する。青のロングヘアを右耳の上でまとめ、三つ編みにして垂らしている。瞳の色は青。必殺技のリボンバスターに加え、タイオロンクリスタル製のアミュレットを使用した悪の心を増大させる魔法を持つ。原作とクリスタルでは、ウィッチーズ5で最も高いレベル999のランクを持つ。 悪意増幅の魔法を含んだ表に乗じて、街中の人たちを混乱に陥れた。その後、妹のプチロルと共に四種五選手と、外部太陽系三選手に、悪意増幅の魔法をかけて敵対させるが、聖杯の力で、スーパーセーラームーンに変身したセーラームーンによって、プチロルと共に倒された。テレビアニメ版ではクライマックスが近かったせいか、 ピュアな心の大量作取以外あまり目立った活躍はなかったものの、プチロルとの連携でセーラー選手の技を破り追い詰めたが、最後は逆にセーラームーンと守護選手の連携プレーでプチロルと相打ちとなって死亡した。命名の由来は鉱物のしっぽりん。イメージカラーは青。プチロル声優、笠原留美、少司梅か子プリンの双子の妹で、普段は姉の影に隠れている。 髪の色は赤で、髪型は、シプリンと左右反転しており、左耳の上から三つ編みを垂らしている。瞳の色は赤。シプリン同様、必殺技、リボンバスターを使う。原作と、クリスタルでは、シプリンと共に、魔法で四種五選手と、外部太陽系三選手とを敵対させたが、皆の心を一つにと訴えかけた、セーラームーンによって聖杯が発動し、 その余波で誕生したスーパーセーラームーンによってシュプリンと共に倒された。テレビアニメ版ではシュプリンとの連携儀でセーラー選手を追い詰めたものの逆にセーラームーンと守護選手たちの連携プレーでシュプリンと相打ちとなって死亡した。ミュージカルウンルー,ーボーボイッジマイナスには登場しない。命名の由来は鉱物のシャプチロルフス席。イメージカラーは赤。デスバスターズ配下の怪人。 大門とはギリシア語で、精霊で、英語のデーモンの起源である。原作と、クリスタルでは本来は、タウ星系の住人。グロデスクなモンスターで生体を抜き取った人間に、憑依していた。超生物の失敗作で先祖返りしたもの。変身の瞬間、幻の銀髄章が反応する。この姿に変身した人間は助けられない。テレビアニメ版では、妖魔と同様の雑魚的の総称である。 デスバスターズのアジトで教授により科学的手法で作られている様子。誕生した際は卵の形をとっており、基本的には器物に寄生させることで初めて動き始める。元々の素材が同様のためか全員がグラマーな女性となっており、セクシャル的な表現も多い。物語が進むにつれ作成方法を含め何回かのバージョンアップが行われ。 最終的には量産され卵の状態で大量に保管されていた。いずれも倒されると素材から卵が飛び出し、それが二つに割れて悪魔の影のようなものが中から現れ、泣き声を上げて消える。大門は基本的には主人に忠実だが、自我を持っているため妙に人間臭いものも多く、たびたび主人と漫才中見たやりとりをするほか、愚痴をこぼしたり、反抗的な態度をとることもある。 倒される際には、ラブリー、と断末魔の叫びをあげる。ちなみに、ミストレス Q は、ゲルマトイドに対して、大門と言った。香りナイト配下の大門は、対象物に卵を植え付けて、タリスマンの探索の手伝いを行っていた。体のどこかにピュアな心の結晶を取り出すための黒い、星がついている。ただ、星の位置により谷間アップ、形ちまる見せなどが発生し、 そのセクシャル表現からアメリカなどでは一部、編集されるほどだった。基本的に、セーラームーンの必殺技、ムーンスパイラル、ハートアタックで倒されたが、最初に登場したミクウジだけは、セーラーウラヌスのワールドシェイキングとセーラーネプチューンのディープサブマージによって倒された。ミクウジ声優、アベミチコ第90話に、登場の日川神社の木から誕生した、最初の大ン。 セーラームーンの必殺技、ムーンプリンセスハレーションを、大凶トライアングルでたやすく打ち破り、ブローチを破壊して、変身を解除したほか、おみくじにちなんだ多彩な攻撃をする。日の霊のピュアな心を奪うが、背後から、セーラーウラヌスと、セーラーネプチューンに攻撃されて消滅した。星の位置は胸元。アーケードゲーム、クイズ。美少女戦士、セーラームーン知力、体力、 字の運では、テルルハエカの大門として登場している。ネコンネル声優、硬い千春第91話に登場し、猫の描かれたジグソーパズルから誕生した。紫がかった猫の獣人の姿をしている。元がジグソーパズルのため些細な衝撃で崩れるが、砕け散っても短時間で再生する。高い身体能力と尻尾による攻撃で、セーラームーンを除く。 内部戦士4人を圧倒した。星の位置はスカートをめくった太ももの上部。ネルが口癖だが、アーケードゲーム、クイズ。美少女戦士、セーラームーン知力、体力、地の運では、にゃに変更されている。ステアリング声優、小山優香第92話に登場し、スポーツカーから誕生した。かいカーのようなスピードで移動する。ピュアな心を持ち帰る途中に、 車のエンジン音や遥かとミチルが乗っていたバイクと衝突した時に効果音を自分で演出した。星の位置は胸元。オクターブ声優、深井美佐第93話に登場し、バイオリンから誕生した。口からの超音波で攻撃する。星の位置は腹部。大掃除声優、松岡洋子第94話に登場し、掃除機から誕生した。吸引ハリケーン。 電源ケーブル無知、ゴミ爆弾と多彩な攻撃をする。星の位置は胸元。大ハート声優、ネタニミチコ第95話に登場し、ハート型モニュメントから誕生した。コスチュームのお尻部分に、ハート型の穴が開いていたりするセクシーなデザインで、幻覚攻撃を得意とする。星の位置は目元。スカー声優、エモリヒロコ第96話に登場し、スカーフから誕生した。 触手のように伸びる布に奇妙な風貌の仮面をつけている。第二の姿は可愛らしい女の子の顔をしている。星の位置は左のチブサ分身してセーラーマーズとセーラービーナスの攻撃を無効化。逆に布で二人を捕らえて玉に取った。ドブリン声優、丸たまり第97話に登場し、プールの水から生まれた。水泳選手の姿をしている。 プールの水と水泳道具を自在に操る。しかし、自分自身は泳げないという弱点を持つ。星の位置は頭。アーケードゲーム、クイズ。美少女戦士、セーラームーン知力、体力、地の運では、ビリーウィハイカの大門音として登場している。タイヤン声優、王のユカ第98話に登場し、バイクから誕生した。前輪と後輪、二体へと分身攻撃。 チェーンで二人をつなげての体当たり攻撃を繰り出す。胸元にはライトがついていて、暗いところで探索に利用する。星の位置は額。トデーエン声優、丸尾智子第99話に登場し、電車の車両から誕生した。自在にレールを生み出し、縛り付け攻撃をする。星の位置は脇の下。なお、当初の設定画では、お尻だったが、H すぎるとの理由で変更された。 ハイキュン声優浦和め組第100話に登場し、バレーボールから誕生した。ボール上のエネルギーをバレーのように自在に操る。星の位置は手。セーラービーナスと戦った際にはネットで、ビーナスラブミーチェーンを破り、さらに、セーラービーナスを拘束した。業務用、ゲーム、クイズ、美少女戦士、セーラームーン知力、体力、知の運マイナスでは、 唯一未登場の大門だったが、プレイディア対応ソフト、美少女戦士、セーラームーンイエスクイズ対決、セーラーパワー結集。では、セーラージュピターにクイズを出題する敵として登場する。セニシエンタ声優、吉田コナミ第101話と、第102話に登場し、マモルが、ウサギの誕生日、プレゼントとして送ったガラスの靴から誕生した。西洋の鎧をまとった。 青い肌の女性の姿をしている。他の大門がほとんど喋れないのに対して、非常に多弁で語尾にシエンタとつけるのが特徴である。ガラス製の自身を含めて、ガラスを自在に操る力を持ち、口からガラスを吹き出し人を中に閉じ込める、体からガラスの剣を生成して戦うなどの力がある。しかし、ガラスでできているため体が破損しやすいという欠点が、 あるが、なぜかガラスの靴が売られていたお店の保証書が付属しているので、修理保証が効くらしい。星の位置は二の腕。テレビゲーム、美少女戦士、セーラームーンアナザーストーリーでは、物語冒頭で登場するほか、色違いのホワイトセニシエンタが登場している。アーケードゲーム、クイズ、美少女戦士、セーラームーン知力、体力、字の運では、シプリント、 プチロルハイカのダイモーンとして登場している。ユージアルハイカのダイモーンは黒い星をつけず戦闘に特化する。前日の通り、ターゲットからピュアな心を取り出すにはユージアルの捕獲銃が使われている。器物との合成はあらかじめです。バスターズのアジト内にあるダイモーン製造レンジにて教授自らの手で行われるようになる。合成時にダイモーンは自身の名前を叫ぶ。 合成後はコンテナに収納されて、ベルトコンベアで2ボックスカーに自動で積載され、u ア r の運転により現地へ運ばれていた。u ア r がセーラームーンたちに妨害されてピュアな心の捕獲に失敗したり危機的な状況に陥ると、車に積載したコンテナを開封して大門を登場させる。基本的にセーラームーンのムーンスパイラルハートアタックで倒されるのは、 香りナイトハイカと同様、ソイヤー声優、王の由香第103話に登場し、バチ付きの小太鼓から誕生した。古敵体のように太鼓をぶら下げ、ハッピ姿にハイヒールのような草履を履いている。茶ャガーマ優マイナスならはシミキ第104話に登場し、佐藤の茶釜ガマから誕生した。着物を投げつけて相手を拘束し、おもてなしと叫びながら超高音の茶を浴びせかける。 セーラーチビムーンの攻撃、アイアンダー声優、西川博美大105話の回想シーンにのみ登場し、アイロンから誕生した。セーラージュピターが過去に、パワー負けした敵で、誠が山こもりして修行するきっかけとなった。ダルマー聖優、佐々木優子大105話に登場し、ダルマから誕生した。主な攻撃は、筆の毛を針にして飛ばす攻撃、筆の墨の部分で敵を縛り付ける攻撃。 体の一部を、ダルマ落としのように飛ばす攻撃、目から電撃を放つ攻撃を得意としており、また姿は、ダルマ形態にもなる。セーラージュピターの必殺技、スパークリング、ワイドプレッシャーによって倒された。ハードラー声優、エモリヒロコ第106話に登場し、陸上競技のハードルから誕生した。陸上競技の選手とスニーカーをモチーフにした姿を、している。その脚力を活かして、 セーラー・ビーナスのビーナス・ラブ・ミー・チェーンをジャンプでかわし、ライン引きからテープを出す技、ハードラインでセーラー戦士を拘束した。しかし、セーラー・ウーラヌスとセーラー・ネプチューンに攻撃されてひるみ、セーラームーンに倒された。彫刻家・声優、硬い七春第107話に登場し、彫刻刀から誕生した。全映画をモチーフにしたアシンメトリーな姿をしている。砂を成形し、 動く彫刻を作り出す能力を持つ。作り出された彫刻は、不意打ちとはいえ、セーラーウラヌスを苦戦させるなど能力は高いが、元が砂であるため水に弱い。自身も水溶性の粘土でできているため、やはり水が弱点。築王音声優、安倍道子第108話に登場し、築雲期から誕生した。当初は仮面舞踏会を思わせる姿で登場してから、 放たれるエネルギー波で攻撃したが、セーラー・ウーラヌスの攻撃でドレスを破られ、人間と蓄音機が融合したような正体を表す。肩に乗せた蓄音機から実体化した巨大な音符、地獄のワルツを射出したり、人間の中枢を破壊する特殊な音波、悪魔のヨーデルを放って攻撃するが、蓄音機を失うと攻撃手段がなくなるという弱点を持つ。 倒される直前にラッパを投げるんじゃなかったと叫んでいた。ドアのブダー声優、南広島第109話に登場。ドアを丸々素材にする予定だったが、製造レンジに入らなかったためドアの部分だけ切り取って合成された。自ら私は閉じまり専門で戦闘に向いていないとユージュアルに言っている通り、周囲の通路を封鎖して、 ターゲットの換金及び邪魔者の侵入を防ぐ能力には長けているが変身もしていないはるかとミチルの攻撃でたやすく力負けてしまうなど他の大魔音に比べて戦闘能力は低い。加えて指揮や忠誠心にも乏しく無理やり戦わそうとするユージアルに口答えしたり形勢が不利になるやこいつから先にやっつけた方がいいっすよ。などと叫んでいた。 ミメットハイ下の大門からは、ファラオ九十復活のためのピュアな心の収集へと目的が変更された。それに伴い確実にピュアな心を持ち帰れるよう、口からピュアな心を吸引し、そのまま飲み込ませるようになった。迂回のうから着想を得ているため、名前の上にうがつく。アタしシェケースから登場する時の円幕や、倒されて卵が割れた後の影が鳥の形をしており、 それぞれの場面で鳥のような鳴き声を上げる。製造レンジの扉とアタッシェケースに提示されているです。バスターズの黒星マークにも鳥の衣装が追加されている。製造レンジで合成後はアタッシェケースに入れられ、空港の手荷物受け取り場のようにベルトコンベアで流れてくるところをミメットが直接拾い上げて現地へ持っていく。そしてミメットがターゲットに接近すると、 ピュアな心をダッシュするためにアタッシェケースを開封して、大ーンを繰り出す。また、これらの大ーンは、セーラームーンの必殺技、ムーンスパイラル、ハートアタックが通用しないので、スーパーセーラームーンの必殺技、レインボームーン、ハートエイクで倒されるようになった。う、エスタン声優、平松明子第112話に登場し、リボルバー式の拳銃から誕生した。 サボテンがついたソンブレルをかぶり、バネ仕掛けの馬にまたがった、ガンマンの姿をしている。手にしている銃は、単なるペイント弾だ。う、編集声優、足立忍第113話に登場し、漫画の原稿から誕生した。虎柄の洋服を着た鬼のような姿をしている。名前通り編集者の心を持ち、ミメットのことを、編集長と呼ぶ。漫画の執筆に使われる。 文房具を武器としており、当初は、セーラームーン一人との戦いだったため優勢だったが、次々と増援に現れる。セーラー戦士の前に武器を使い果たしてしまい、最後は、スーパーセーラームーンに倒される。う、多姫声優、丸タまり、第114話に登場し、マイクから誕生した。名前通り歌手の姿で、ネオンのような文字で、スターと描かれた派手な服装をしている。 殺人ソングなる必殺技を持つが発声練習に時間をかけた挙句歌詞を忘れてしまいようやく思い出すも攻撃が間に合わずスーパーセーラームーンに倒された。う、友達声優西原久美子第115話に登場しドラマの台本から誕生したスモックを着た幼稚園児のような外見をしている友達になってあげると言いながら縄跳びなどを武器に攻撃する セーラー戦士の攻撃を受けて泣きじゃくり逃亡するが、一時的に能力を覚醒させたホタルに動きを封じられ、スーパーセーラームーンに倒された。う、バーラ声優、伊藤美希第116話に登場し、バラの花から誕生した。戦いの中で何度もパワーアップを遂げ、無知のようにしなる伸縮自在の腕で、セーラームーンたちを追い詰めた。しかし、 一時的に能力を覚醒させたホタルにエネルギーを吸収されて枯れてしまい、スーパーセーラームーンに倒された。う、動会声優、松岡洋子第117話に登場。巻き貝とゼッケンから誕生した大門。合成後は教授自らが、ウィッチーズ後の部屋へ赴もむき、う、動会が入った、アタッシェケースをミメットへ直接手渡している。背中に巻き貝を背負った姿で、 髪型はツーブロックというボーイッシュな外観をしている。火のついた大玉を転がすなど、運動会にちなんだ攻撃を得意とし、ピンチの時には、貝の中に隠れて身を守る。ターゲットから、ピュアな心をダッシュして撤退する際、体調を崩して座り込んでいたホタルを見かけて、気遣いって声をかけたところ、一時的に能力が、覚醒したホタルの攻撃を受けて吹き飛ばされる。 海にこもって、受け身を取ったが、そこを、セーラーチビムーンに、海の中を攻撃されたためたまらずに出てしまい、そこを、スーパーセーラームーンによって倒された。う、イカサマン声優、川波洋子第118話に登場し、賭博用のカードが素材となるはずだったが、ミメットが勝手に大量のギャンブル用具や、関連書籍をブレンドしたため、製造レンジが暴走して誕生した。 トランプの絵柄のような顔とバニーガールのような格好をしている。ともえて内部に強力な虚数空間を作り、それを自在に操るなど能力は高い。自ら変な大門を名乗るなど他の大門に比べて快楽的な性格。暴力は良くない、平和を愛する悪者を自称し、かなりのギャンブル好きであるが、チェックメイトすると爆発する、チェス板を使うなど、 名前通りイカ様ばかり行う。イカ様でセーラー戦士を捕獲するが、チビウサとホタルのタックに破れ、脱出したスーパーセーラームーンによって倒された。なお、倒される直前にも暴力反対と叫んでいた。う、頂点声優、大谷育英第119話に登場。天球儀から誕生した大門で、上半身裸で星型のニップレスをつけているという。 非常に露出度の高いデザインをしている。このため、アメリカではこのエピソードは放送されず、後に大幅な修正を加えて放送された。その名の通り、自分が優位な状況になったり、ミメットから褒められたりすると、すぐに有頂天になって、高笑いをする。お星様にお願い。のセリフとともに、帽子の星マークから、星型の黒い構成を放ち、その威力は、 建物の壁は星型に貫通するほど強力。タキシード仮面のバラによって帽子の星マークを潰されて一時攻撃不能になったが、複数の星マークが書かれた星空投影機型の帽子を内部に被っていたため、より多くの光線を放つようになった。これにより、セーラー戦士に付き入る隙を与えなかったが、一時的に能力を覚醒させたホタルによって動きを封じられてしまい。 スーパーセーラームーンに倒される。う、パソコン声優、松井もみ台120話に登場し、パソコンから誕生した。胸部にパソコンを装着した緑髪でピンク肌の女性の姿をしている。右手のグローブと左足のハイヒールブーツはロング、左手のグローブと左足のブーツはショートという、アシンメトリーな着こなしをする。マウスなど、パソコンの周辺機器を使って攻撃する。 セーラー戦士5人を相手に、互角以上の戦いを見せたが、セーラーチビムーンの攻撃で注意をそらした隙を突かれて、倒された。下記の他に、第124話にて、赤い退職のゲル状の大門の大群が、セーラー戦士たちの前に立ちはだかるが、あっけなく倒されている。レンジー声優、深井美沙第127話に登場。崩壊した無限学園の跡地に一つだけ残っていた。 大門の卵が浮かし、赤い体のゲル状の容体が大門製造レンジに入り込み、作動したレンジそのものと合成して誕生した。街中の人々から無差別にピュアな心の結晶を奪い、大門出現に気づいて駆けつけたセーラー戦士たちと戦う。セーラームーンが聖杯を失い、スーパーセーラームーンに変身できなくなっていたこともあり、セーラー戦士たちを苦戦させたが、最後は、 セーラームーンの必殺技、ムーンスパイラル、ハートアタックで倒された。クイーズプレイディア対応ソフト、美少女戦士、セーラームーンイエスクイズ対決。セーラーパワー結集。と、テレビっ子コードレス対応ソフト、美少女戦士、セーラームーンイエス答えて、ムーンコル。に登場し、絵本から誕生した。星の位置は喉。派手ねキャラクターショーに登場し、 海中時計から誕生した。キザーをキャラクターショーに登場し、携帯電話から誕生した。なお、大門の中では、唯一の男性である、タウセイ系ファラオ90が統治していた、デスバスターズの母性。理由は不明だが、ブラックホールと化して滅亡してしまった。ファラオ90曰く、暗黒さえも飲み込む重力の墓場となり果てた、我が子のふるさと。 超生物度、萌え教授のライフワーク。本来は、人間と機械とが融合した人間の数百倍の頭脳と体力を持った超名種のことだったが、異生物による襲来で異生物と人間とが融合した生物のことになってしまった。完成体は土萌え教授や香織、ウィッチーズこと後に登場するミストレス級のみである。血が通っていないため、体温は低い。人間の姿を捨てて、 異生物へ変身した姿をセーラー戦士が大門と表現することもある。器原作及びクリスタルでは身体、肉体のこと、魂の入れ物、魂を抜き取った器に生物の卵を植え付けることを器化という融合には時間がかかり失敗すると大門となってしまう。なお、ファラオ90の器は地球である。テレビアニメ版では大門や 異次元生命体を入れる入れ物。生物でも創作物でも良い。無限学園ファラオ90の作った私立学園でホタルの父、ド・モエ教授がオーナー。無限世紀付近に存在。60階建てのビルが校舎で、裏にはホタルの自宅で土モエ教授が所長を務めるド・モエ研究所がある。検索及びクリスタルでは併設予備校として無限予備校があり、 成績優秀な生徒は無限学園の学費が免除される。また、M さんという山で新入生キャンプを行い、真夜中にオリエンテーションと称した洗脳集会を行っていた。幼東部から大学院までの一貫教育を行っている。クラスは哲学、芸能、サイエンス、フィジカル、プロフェッショナルの5つがある。一部では魔女養成学校と呼ばれている。 優秀な生徒が教官となって、競技指導をすることもあり、ウィッチーズ後の噴した5人の生徒がその例である。ホタルは初等部に通っており、また、天皇遥と海、大道るは、高等部の生徒として潜入していた。原作及び、クリスタルで、カオリナイトの術で犯された際には、無限迷宮へと変貌。ビルは、スタで覆われ、その周りは、ジャングルのようになっていた。 学長室で、セーラー選手5人の老人形に呪いをかけ、再生された、ウィッチーズ5が幻覚を見せて5人を惑わし、指揮を奪った。自力で幻覚に打ち勝ったのは、セーラームーンだけで、他の4人は手に落ちてしまったが、外部太陽系3戦士の助けで解かれた。原作及び、クリスタルでは、東京湾、埋め立てプロジェクトの中心地となっている、無限スに、テレビアニメ版では、 東京都品川区の天王図にあった。無限数駅のモデルは天王図アイル駅で、無限学園ビルはその付近のシーフォートスクエア、ビル上部はスフィアタワー、天皇衆がモデル。無限記念堂無限作で登場。無限学園の敷地内にある日本一の多目的巨大ホールのこと。コケラ落としのコンサートにハブミミヤ、ウミ、オウミチルが参加した。 地下実験室無限学園の地下の立ち入り禁止区域に存在する実験室。原作及びクリスタルでは動物実験室の奥に危険区域があり大門が捕獲されていた。テレビアニメ版ではぬいぐるみに囲まれた沈黙のメシアの講座が存在する。無限植物園原作で登場。無限学園内にあるテルルが担当する植物園。 テルルトの戦闘時に死亡者が出て閉鎖された。オメガエリア、オメガゾーン原作及び、クリスタルでは、オメガエリア。オメガ型の異常な木で、無限数を中心とした三角数一体を包むエネルギー空間のこと。異生物の襲来以前から存在する。テレビアニメ版では、オメガゾーン。無限学園を暗黒エナジーで包む結界。ミストレス級が作り出す。 生体人間の魂や正規のこと。デスバスターズによってファラオ90に捧げられダイオロンクリスタルを維持する糧になる。ピュアな心テレビアニメ版のみ登場した人間の純粋な心の結晶で前述の生体に相当するものとしてデスバスターズが集めている。漢字では純な心と書く。小さなピンク色の結晶体で長い間抜かれると死亡してしまうらしい。 ナ子が本屋で立ち読みしたピュアな心のすすめには一途に熱中する心と書かれている。第102話では心が純粋なほど輝きが強いことが明らかになっている。ダイオロンクリスタルデスバスターズの命の源、ド・萌え研究所に安置され、小型の結晶はホタルがアミュレットとして持たされている。元々は 幻の銀髄賞に近い力を持っていたようだが、その力は失われつつあり、生態を捧げ続けなければ単なる石ころ同然になってしまうらしい。ファイヤーバスター原作及びクリスタルではユージアルが自らの力で繰り出す火炎攻撃。テレビアニメ版では火炎放射器で実用新案出願中の武器となっているセーラームーンの必殺技。 ムーンスパイラルハートアタックに打ち勝つが、ビーナスの攻撃で壊れた。それ以後、ユージアルは、喫煙禁止マークがついた強化型の、スーパーファイアーバスターを用いている。ウィッチーズ・エレクトリック、ワープテレビアニメ版のみ登場。ユージアルが開発した機械で、公認のミメットが使用した。これは、機械内部に入り込んで、モニターに映し出して使用するもので、巨大モニターによって、 体を巨大化して映し出すとともに武器能力も強化できるが機械内にいる時に電源プラグを抜かれると永遠に閉じ込められてしまうという欠点がある。ありがとうございます。